上がってもいいし、こっち滝、こっちも下る。どっちもいいよ。こっちから行ってみるかじゃ。よいしょ。遠くなる。うん、遠くなる。回り道になる。多分大丈夫じゃない。陽光。よいしょ。うん、やめとく。どっちでもいいけど。いや俺もわかんない、こっから先は歩いたことないから。マップ大体頭に入ってるけど。あ、多分こっちの方が楽だ。あ、なんかある。これどっちだったっけな、右か左か。でも左だと下ってく一方な気がするんだよな。マップない、ここの。うん、この前写真撮ったやつ、あれが見たい。このルートだ。うん、右だね。ありがとう。この前撮った写真ってないよね。このルートはなんか今日マジでしんどいね。あ、当たった、ありがとう。これでしょ。そう。でもなんだろう、湿度か。この間の時湿度なかったからな、低かったもんな。うん、実は気温高くても、まあ、あの時50度とか、あ、50度で 50% とか、そんな今日。金時山よりはまだ生きてるけど。でもすげえここありがたいぐらい木に覆われてるね。まあ。今ここにいるのか。最長の道書いてねえんだよな、道の名前が。そう、回路の道。あ、逆です。うんうん、ここでいいんだ、右でいいんだ、ここは、うん、ありがとう。ちょっとそのマップよく分かってないけどね、俺も。実を言う、地図を買おうか思って毎回忘れてる。あ、いて、ちょっとだけ風が欲しいね。だからここで合ってると思うんだよな、ね、こんなよく作って。本当だ。ダメです。いや、こっち行こうか。
なんかもう下る、あ、ちょっと登るね。ただ捕獲的にはこっちだ、ね、はあ、いやうん、こっちだ、こっちこっち。そんな登らない。多分これ下ってく一方だと思うよ。もうだってここも奥最長の小屋だもん。ただこっちの方が近いんだ。多分もうそろそろ滝つくと思うよ、ここまで行ったらね。全体的にこの山しんどいよ。まあね、まあでも高尾よりかはまだまだ、高尾の1号路とかよりかはまだまだいいかなって。高尾はきついね。まあね。まあね、ここですら標高低いからあんまり普通は行かないんだろうけど。ふん、まだ日元が少ないから、ね、それはある。本当に山やってて自分の仕事のことに思うなって思って、やってちょっと辛くてもう嫌だって思うのにさ、うん、また次出た気がしますね。そうそう、これやばいって頭が走った本当変態メイクに達するよな。まあね、若干登るんだ。大丈夫かい。乗った。あ、ダメだ、このバッテリーケーブルがこぼかれてんな。うお、よいしょ。うん、小屋があともうちょいじゃないのかこれ。いや、これ結構最短ルートと言ってるから、あ、行け行け。うん、初見だから分かんねえな。ただだいぶ近いはず。先に階段が見えるのがなんか怖い。ね、あるね階段。はいはい。超腹減ってきた、やべえ。そっか、もうお昼か。
濡れタオル、うん、うん、使ってもいいと思う。ファスナーのところに青い看板が入ってる。